こんにちは、ライムです。今回はクリティカルイベントその14やっていきたいと思います。15の攻略動画についてはすでに、昨日ですねアップしておりますので、15クリアできない方はそちらをご覧ください。はい、ということで14なんですけど、シュレッドゴーストで条件がまあその他のね、13、15と違って、こちらリバースメダルだね。リバースメダル2枚以上で、かつデッキのメダルが3枚以下という条件になっております。で、その他のクエストと同じでですね、消費アビリティゲージが1以上のアビのみ使用可能というふうになっているので、まあ条件としては縛りとしては結構きつい。でさらにシュレッドゴースト自体の、特性としてですね、スピード属性メダルの攻撃を吸収してくるっていうところで、基本的にはまあパワー属性が一番弱点も取れるし、まあいいのかなというところがあります。ただし全属性有利とかは効きます。吸収という敵でも全属性有利ならば、まあパワー属性判定になるので通ります、ダメージが。で攻撃力を下げる技っていうのも使ってきますね。まあそれぐらいですかね。なのでまあ15の攻略動画でも言ったんですが、まあ、バフとデバフできるメダルをね、見極めてしっかりと、デッキに編成して使っていくってことが重要になってくると思うので、はい。で、今回はね、2つ、2種類の編成を紹介するんですけど、前回の動画で、ガチャ動画僕撮ったんですよ。プーの。プーのガチャ動画で、実際にこの使ってみようと。まあ、クリティカルイベントちょうどやってるし、まあ、まさにね、これクリティカルイベントに合わせて、まあ、この性能にしてきたかなっていう性能なので、プー自体が。なので、こちらをね、しっかり使っていきたいと思います。これ見た方はね、ちょっとプー欲しくなるかもしんない。持ってない方だったら。うん。ということで、まずプー使った編成紹介しますね。こちら。はい。自前で、1枚だけならアップライトのメダル使ってもいいっていう条件なので、プー入れられます。アップライトですけど、プー1枚だけなら OK。で、アンジェリックアンバーはラスリブ。これラスリブついてる、まあアンジェリックアンバーじゃなくてもいいんだけど、うん。まあ、リバースメダルでラスリブついてるコピーメダルであれば、グッド。グッドです。で、5枚目がプー。これが、まあ、この前の動画かな、この前のガチャ動画で作った、まあ、理想覚醒のプーです。はい。で、スピリットワークがルクソード。これでプーをコピーしていくという形です。はい。で、サブスロが5だね。4.976 にした。これで勝てると思う。はい。あ、ごめん。あと1個言い忘れたけど、シュレッドゴーストカウントがないので、そう、シュレッドゴーストこいつカウントないので、うん、基本的には次のターンに攻撃バフを持続させるっていうやり方は通じないので。で、パートナーメダルはセフィロス、絶望するがいいですね。これなんだかんだ次 120% か、別に次 120% である必要ないんだけど、絶望するがいい、うん、逆にちょっと弱めのセフィロス借りていこう。はい。まあ最近のハートレスは本当あれだよね。最初から防御バフ15段階積んでることが多いよね、マジで。なんでだろうって思うけど。なんでだろうっていうか、まあ難易度難しくするためなんだろうけど。やばい、お知らせを切ってなかったぜ。はい。で、次のターンに攻撃バフを持続できないので、まあ一旦ずつ、ギルドバフもあるんでね、一旦ずつ使っていくという方法でいきます。絶望するがいい。これ今ねルクソードあえて使ってんだけど、スピリットワークで、これもちろん後ろコピーでいいので、ダスク持ってる方いればダスクでいいので、うん、ダスクで OK です。うん、プーがね、普通に強い。なんかエルサ以来かな。エルサ以来に実装された、まあディズニーの強メダルって感じがあるね。
俺は強い、プーさん。見た目に反して強い。まあでもディズニーファン的には嬉しいんじゃないかな。ディズニーメダルが強いっていうのは。あんまりね、過去ユニクロメダルでディズニーキャラが強いってことはあんまりないので。うん。なので、今後もね、ディズニーメダル強いメダルとして出していただけたらなと思います。あ、ルクソド。まあいいか。というか、ルクソド回復されるな。まあ、どっちにしろギルドバフで。オッケー。まあ、倒せるっしょ。絶望する。普通に今のナチュラルに忘れてた。ナチュラルに忘れてたけど。はい。まあ、そんな感じなので、もうちょいサブスロー落とせるかな。もうちょいサブスロー落としても勝てそうですね。強いね。であれでプー、ゲージ回復まで積んでるから、マジでバフデバフ要因としてはかなり強いね。こういう制限クエストと結構消費ゲージ1以上っていう条件が結構多いんで、今後も、今はつく、あの、人によってはね、今は使わなくても今後、似たようなね、消費ゲージ縛りの、ところのクエストだと使えるかもしんないね、これ。うん、1枚の持っとくとね、ほんと便利かもしんない。てか便利だし、実際今。で、二つ目の編成がミッシングレイクで組んでみました。これが、まあ、プーなしで、セフィロスなし、プーなし、セフィロスなしで組んでみた場合で、ナミネ一枚持ってる人は、まあ、こういった感じで編成するといけると。ナミネ、これ、どうせ使えません、これ。消費ゲージゼロなんで、アビリティっていうか、スキルは打てません。あ、ごめん、アビリティは打てません。で、5枠目先ほど使ったルクソード。で、スピリットワークがダスク。はい、理想覚醒。で、これで、後ろのセフィロスをコピーして殴るという形ですね。で、サブスローが 5.344。という感じでいきます。これね、ルクソード使うというだけで、ミッシングエイクにしてるだけなので、他のキーブレードも別に、まあ他にね、コピーメダルがあれば、そちらでも大丈夫だと思います。ルクソードのスーパーバースト使うのであれば、ナミネとか使ってない状態だね。バフデバフが乗っかってない状態で撃てば、まあ、吸収されることもなく、ギルドバフを貼ることができる。絶望するがいい。まああとこれだとコンビアタックが出るとこも結構重要だったりするかな。このね、ほんと限られた火力で戦うっていうクエストなので、まあここでルクソード使ってもいいかな。うん、1ならね、別に吸収されたところで全然変わんないので。絶望するがいい。絶望するがいい。絶望するがいい。さあ、倒せるのだろうか。果たしてライム君はこいつを倒せることができるんだろうか。HP 微妙ー。ちょっと微妙じゃない？倒せるか。ラストリーブの発動場所が本当に重要だな、これ。この感じ。本当に重要な感じあるぞ。ちょっと怪しい。ちょっと怪しげ。ちょっと怪しげだな。絶望するがいい。動画撮る前はもちろん勝てたん。絶望するがいい。これは無理じゃない？絶望するがいい。これコンビアタックゲーが甚だしいぞ。なるほど。さあこれでどうだ。さあこいつでどうだ。絶望するがいい。いけるでしょ。
スさん、これでいけるだろう。絶望するがいい。うん、あ、追撃分で超ギリギリいけるやつ。絶望するがいい。はい、オッケーオッケーオッケー。これはね、コンビアタック運だね。まあ、サブスローもうちょっと高ければ、そのコンビアタック運ゲーにもね、ならなかったんでしょうけど。はい。まあそんな感じですね。まあ敵があのスピード属性なんで、基本、あの、まあ、プーか、ナミネカ、セフィロスあたり持ってるから難易度変わってくんのかなというところがあります。はい。で、15はもう、あの、アップされてるんで、この後ね、15苦戦している方であればそちらの動画をぜひご覧ください。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。